インド鉄道ワム -4 型交流電気機関車は、インド鉄道が所有する交流電気機関車である。1959年に導入された欧州製のワム -1 系以降、インド鉄道は欧州連合や日本連合など海外メーカーが製造した電気機関車を多数輸入し、それらの技術を吸収、研究してきた。その成果をもとに製造されたインド国産の 火客療養の電気機関車がワムマイナス4型である。ワムマイナス1型など、輸入機関車にも装備されていた、シリコン整流機や発電ブレーキが引き続き、採用された一方、台車はアメリカンロコモティブが製造した、軸配置 COCO CO 型のものを導入している。また電動機は、アルストム製の他をマイナス659を用いている。 これらの特徴が、インド鉄道の使用条件に適合した結果、ワス -4 型は長期にわたって製造が行われた。旅客列車に対応した空気ブレーキの装備、電動機の交換、貨物専用化など、各地の工場での改造も多数実施されている。また、一部車両は、貨物専用のワス -4B 型として製造された。あと、ワグ -5 型として独立した形式に、 改められている。2011年4月現在、375両がインド鉄道各地の車庫に配置されている。なお、形式名のワムは、後期交流価格療養機関車という意味である。ありがとうございます。